んばんは。こんばんは。メルーサさん、雪風さん、ありがとうございます。アキラさん、ありがとうございます。松かな。チューローさん、ありがとうございます。こんばんは。やっほー、大人っぽい。そう、今日はありがとう、ありがとうございました。キコリさん、ブヒルダさん、タイガーさん、シュウジさん、ありがとうございます。お久しぶり。ありがとう。今日尾道で泊まってます。え、尾道旅行ですか。水曜日はセクシー、水曜日セクシーだったっけ。好きたまらん。お、あんたかい、ありがとう。毎回ムラデイリー見てる、ありがとう。ソラハッチのショールームにいたね。ソラハッチって呼ばれてるんですか。ソラハちゃん、ソラハちゃん、ソラハッチなの。タニモンさん、ありがとう。こんばんは。マサトさん、タニモンさん、タイガーマスクさん、ありがとうございます。ソラ、ソラハちゃん、確か、うん、ありがとう。フサイさん、深夜さん、東京特許許可局長さん、やばいやばい、今日ダメだ。ありがとうございます。前髪流してるのいい。お、いいね、セクシー。そう、ユースさん、ロールスロイスさん、チャーミーさん、ありがとうございます。大好きだ、ありがとう、嬉しいです。地方中年から見た道可愛かった。あららら、ラダダダダムダさん、ありがとうございます。地方の道が言い始めた。そうよ、空豆って呼んでる。うん、水キッチ。そうですね。徳島のしんじくんさん、誕生日。キュロスさん、ナムナさん、チャミーさん、ありがとうございます。セイさん、今日セクシーって言われる、初めて来た。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。シンジくんさん、好きだよ、ありがとう。シンジくんさん、シンジくん、コロイチさん、ありがとうございます。こんばんみちゅ、待って、しんじくんさん、しんじくんさん、しんじくんさん、よいしょすごい音がした。しんじくんさん、しんじくんさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。しんじくんさん、おめでとう、ね、おめでとうございます。おめでとう。夏美さんも、夏美さん、誕生日おめでとうございます。よっ、
よいしょ。すみさん、おめでとう。おめでとうございます。初めて来ました。ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。清楚すぎて近づけない。なんで近づいてください。なおてつはそらぴっぴーって呼んでますさん、ジャンミーさん、大崎上島のカズさん、イシケンマシンさん、ソウさん、コロイチさん、ベンゾウさん、リョウヘイさん、スカパラダさん、ベンゾウさん、コロイチさん、クマ、吉田健一さん、ソウさん、なっちゃんさん、ありがとうございます。てってれー、好きすぎて断食してます。なんで。世界一白が似合う。お、ね、白なんかめっちゃ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 好評でした。今日白めっちゃ好評でした。そう、今唇の色ないしね。清楚すぎる。うん、健三さんありがとうございます。おまちくんさんありがとうございます。白が似合う女の子って感じだった。お、嬉しい。シュンさんありがとうございます。やったやった。うん、哲司さんありがとうございます。ほんと清楚とセクシーのコラボ、え、すごくないそれ。絶妙なラインですね。うん、気まぐれ DS さんありがとうございます。タニモンさんありがとうございます。あんまり白着ないから、え、そうかな、白着とるイメージじゃけど、自分で。ダダダダムノさん、ペペロンさんありがとうございます。あんまり着てないかな。三都市握手会で握手しに行きます。待ってます。三都市ありがとう。なんでだろう、もっと白着よ。パールのピアス、白が似合う女の子はモノホンの美人。お、モノホンですか。私は透明少女、イエーイ。清楚とセクシーって共存できるんやね。ねじゃないけど。今日は楽しかったので寝れないです。お、楽しかった。私今日の道眩しくて。嘘、グレーのパーカーのイメージ。それはそう、いっぱい着てる。それはそう。コケタニくんありがとうございます。コロイチさんありがとうございます。いや、紫の印象強い。そうかな。トシヒロさんありがとうございます。前髪ね。徳島のシンジくんさん、クマありがとうございます。クマうーん、麦茶さんありがとうございます。竹翔さん、ゆうとアットマークさんありがとうございます。近くないです。透明感、そうかな。村田よりしまくる。お、待ってます。何でも似合うよね。そんなことないよ。今日の道もこんなに濃いのか。ありがとう。なんかすごい白い。確かに確かにな。哲
サイズハートさんありがとうございます。お腹鳴ったサボテン男さん、としひろさんありがとうございます。あとで村で6095通溜まってるんですか。セーブ、村でに書き始めた、ありがとう。いい、としひろさんありがとうございます。みちまぶしいよ、お眩しい。マリクワのネックレスおしゃれやん。ほんと？これ友達にプレゼントしたんよ。自分と友達とお揃いのやつ。そう。お久しぶりです。でも意外と安かった。あ、でもプレゼントしたやつじゃけん安いって言わん方がいいわ。ちょっと意外とね。はじめまして、ありがとう。ポンちゃんさんありがとうございます。こんばんは。村田よりめっちゃサボっててごめんね、ゆるさん。うん、現地は今日からおしまいします。ありがとう、嬉しい。ネックレス絡まったの取れてない、あんまり。そう、6個絡まっとって今3個取れたすずさん、くまありがとうございます。へつじさん、よだきんぼうさんありがとうございます。うん、友達は今プリキュアの主題歌歌ってる友達。大切な物入れに入れとったらなったの。そう、森戸美月の赤い糸のように絡まって、赤い糸って絡まってるものなんですか。シュインって感じのイメージじゃない。プリキュア、そう、ありがとう。お、2周年コンサート一般発売に応募。お、うん、顔が好きです、ありがとうございます。今日透明感強い。今日なんか浮かんでるみたい、自分のここも白いけん、なんか首から上だけさ浮かんどるみたいじゃない。今日も楽しかった、ありがとう、ありがとう。そう、プリキュアが友達なの。うん、そう、今日ダリナさんに会ったよ。走った、走れ私全速力で渋滞した。明日から降りたら走れ私愛のために、でで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 、今から遊んでくる。あららら、ありがとう、ありがとうじゃないわ、いってらっしゃい。いやいや、そう、前髪、ここの髪がさ、どっちに行く髪かわからんくてさ。そう、ランランランって歌ですよ。くずりゅうさん、東京東京許可局局長さんありがとうございます。なんかビチ見ると照れる、なんで。おだりのさん、ショートに似合う、かわいかった。うお、どうもありがとうございます。
みょんみょんみょん、ありがとうです。おとととととと、おとととととと、すごいラグが、ごめんなさい。今日ちょっと頭がね痛くてね、ぼーっとしてるんですけど。ミチのことが好きになりかけな泥酔のケンケンさん、泥酔ありがとうございます。朝の駅で斜め前にいつも見かける。風邪じゃないですよ、大丈夫。お、ミチとやり直すヤポンさん、あわー、ありがとうございます。みょんみょんみょん、ありがとうございます。すごい。ねね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 ねの朝やばいんですけど、本当にやばい、もうどうしよう、寝れないぐらい起きれない時間。今日ね、白い服着てるんですけど、下がね、下に黒のね、なんかパンツ、ワイドパンツみたいな履いててね、そう、アンビバレントみたいって言われたよ。今すぐ寝て、そう、言おうと思った、本当？言おうと思ったって、このズボン履いてるとこ見られてないのに。モノクロファッション、あ、モノクロファッションよこれ。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。明日も朝早いぜ。私もやばいぜ。本当にやばいぜ。もうどうしよう。どうしよう。あ、お腹鳴った。今のは聞こえてないかも。
聞こえた？嘘。耳がいいですね。俺が家から叫んで起こしてあげる。聞こえるか。きょうちゃんさんありがとう。僕が起こしてる。本当？みんなありがとう。待ってるを。今日清楚感半端ない。本当。面接ファイトです。お疲れ道ありがとう。食レポ配信。何を？ヒロティンさん、クマありがとうございます。クマありがとう。1ヶ月分の休みだから、お、しっかり休んで。ジュキアさんありがとうございます。嘘。配信前いっぱい食べた。やばいやばい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。Thank you.今日そんなに明日朝配信何時から？5時から5時からできるかな。テレパシーで耳元で伝えてる風に起こしてあげようか。イケボそっちがいいですね。いつも可愛い。ありがとう。クマブチブチ4枚目ですが手が痛い。面白い。僕がうさみん歌って起こしてあげる。本当ですか？実はさ、自分さうさみんめっちゃ上手いんですよ。でも やらないの恥ずかしいから。天草さやく目覚まし時計作ろうかな。いいね。ユミリンのコメント紛れた。嘘。流れた。ユミリンここに。嘘。今日の靴はねこんなヒールでした。そう、昨日と一緒のやつ。そう、未知の分も寝といてあげる。ね、寝た方がいいよねやっぱり。今日透明感すごすぎて透けてみる。本当？いえいえ、ちょっともっと光がなんかあっちさ。ミチとの握手楽しすぎて友達ともめちゃくちゃ盛り上がった。お、嬉しい。また来てね。寝ません本当。今日はめっちゃいい。今日はめっちゃいい。今日はめっちゃいい。今日もミチ毎日アイドル1年経ってますよ。起きれんかもしれん。5時助けて助けてください。もううさみおじゃまるさんありがとうございます。 A の M の5時。そうだよ、 A の M の5時。 AM と PM 分からんのよねまだ自分。ヒール履いたら割れた。嘘。3日くらい見てなかっただけで雰囲気変わってる。嘘。どうなりました？そうかね、前髪が伸びたんです。超早いけん伸びるの。ヨダキンボウさん、ビルマさんありがとうございます。
バイト終わってきたよ。よ、おすよ、ブレックル。お疲れ様です。そう、今日めっちゃ背高かった自分、そのせいで。すみません。徳島のしんじくんさん、くま、ありがとう。やっぱおこう。ありがとう、くま。うん。毎日僕泣いてる。感動する。でも5時にね、あのね、配信をね、自分が始めんかったらやばいかもしれん。そう、朝の絵、あ、そうなん、なんで夕方なんでピーなん。夜、難しいよね、 AM、PM。 でも今日ちょっとなんか頭がおかしくてさ、あの、私のお母さんにセプテンバーは何曜日って聞かれて、何曜日って聞かれてるのに、ジャニはリフェブラリマーチを頭の中で繰り返しよって。そう、まあ、曜日じゃなかったんですけど、ちゃんとね、考えたら合ってたんですけどね。俺が他の連行ってたら嫉妬する、嫉妬嫉妬。はい、嫉妬嫉妬。はいはい、フェーズポスト、アッポーペンの A とパイナッポーペンの B、 確かにすごい、確かに懐かしいけどすごい、あ、すごい。そうやって覚えよう。朝の方がリンゴ食べたいしね。確かに。あーちゃんが見ちゃうポニーテールが似合うと言ってた。そう、あーちゃんのポニーテール3人に入ってるんです、私。ポニーテールが似合う3人。りょうさん、ありがとうございます。俺が他の連行くのもう慣れたっしょ。嫌だって言ってるじゃないですか、皆さん、皆さん。そう、りょうさん、てつじさん、ありがとうございます。確かにな、りんごの方が朝食べたいし、夜はパイナップル食べたいかも。おみつが気になるひろてぃんさん、くま、ありがとうございます。ありがとう、くま、 Thank you。 うん、まあしょうがねえな、しょうがにゃいぜ。うわ、朝リンゴ食べたらシャキシャキする。確かにパイナップルは染みてくるよね、体に。未知に推し変するか大切な決断をしようとしている、してるケンケンさん、ありがとうございます。昨日はありがとう、ありがとう。まだね、チェキ取ってないの。うん、ありがとうです。みょんみょん、お化け、私が。
なんかこの髪の長さいい感じじゃない？チェキが届くのは1年後ですかね。いや1年後はないと思うけど、なんかそのあのそうなんです、あの別荘らしいんですよ。全速力で走った、本当に走った、これはガチ本当に走った。オダエリナさんの後ろ姿が見えて、あれはきっとオダエリナさんだと思って、お先にじゃあね、頑張って応援してます。前髪伸ばしてほしい。そう、本当じゃ変なのが、割とその前髪の長さタイプ、長さもどれもタイプゆりちゃんじゃない、ゆらちゃんですよ。もう本当に走った今日、ほらアンビバレン、あパーポ、あよしよしよし、大変もう。でもヒール履いとったけんさ、コツ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 っていう感じだった。そう、でもヒール疲れたよ。そう、皆さんはどうでした？真顔で全力で走る場面、真顔じゃないよ、だってさ好きな人に会いに行くんだからさ、ニコニコしてましたよ。思った以上にアンビバレント。本当？テレレ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 レ思った以上にアンビバレント。さっきあーちゃんが未知のポニーテール好きだって。私はあーちゃんが好きです。今日もセクシーですね。でしょ、そうなんですよ。みつきが来たら何をタイプになっちゃうって、うーヒューヒュー、こんちゃん。あの靴いつ買った、わかんにゃ。前髪分け村みつき可愛すぎて同じ画像4000枚外した、嘘だ、すごい。え、でも自分もちょっと分ける方がいいかもってそうや、ヘラヘラして走ってる。みち見てるとニヤニヤしちゃう。そうかな。そうそう、あーちゃんと仲悪いでしょ。なんでだよ、あーちゃんと仲いいですよ。あーちゃんとご飯食べたもん今日。仲悪い人いないですよ。そう、フォーティスショーよかった、出れて。トロミチコこれね、分けてたら48入りたての頃っぽくなら、そう、今日なんか昔に戻ったみたいって言われた。
マジ？岩田と仲悪いって聞いた。どこ情報なん？なんかすぐ言われる。千穂ちゃんとも不仲説みたいな。すぐ言われる。そんなことないよ、本当に。私は。ひなぴよはガチ違うって。ねえ、なんで全然仲悪くないんですけど。まああんまり写真撮らんけえかな。そう、話しとるのは話しとるけどね。そう、みんなすぐ不仲にしようとするけん。みんな意地悪。それな、ね、本当にそうだよ。はあ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。反応するから余計。そっか、よいしょ。みちのサインこっそり練習してる。本当？みって書いてちって書いてちの時にシュルンってするんですよ。そう、そしたらできる。抽選最後の最後に2の2だったの。愛ですね。ピュインピュイン。最近推しが定まってきて調子いい。あ、そうなんですか。イエーイ。トロー、いつか仲良くなろう。うん、仲いいじゃろ。俺とセミの不仲説。セミ嫌いなの？生写真のサインはイラさんが書いた。そうですよ、そうだよ。目が合っちゃう。受験です、ありがとうございます。わかりやすい。そう、みって書いてちの中でシュルンで、ハート書いて耳書いて2222してバツ書いたら落ちなさい。気まぐれ DS さん、りょうへいさん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。擬音のセンス。抽選って倒しの人しか当たらない設定。そうなの？当たってないじゃん。うん、ヘビ怖い。ヘビか、目が22を表してるのがおしゃれ。ありがとうございます。4択だったらね、いつも左から2番目をねおすすめしてます。しんやさん、ありがとうございます。うん、最近はね、あの朝にカフェオレを飲むことにハマってます。僕とも仲良くしましょう。しましょう。うん。
きょうちゃんさん、ありがとうございます。同じ音の、なんかさ紅茶、あ、でもね、昼夜はねレモンティー最近、そう、前までミルクティー派だったんですけど、ちょっと最近レモンティー。なんかさね、なんかこんな300ミリリットルくらいのさカフェオレとさ400ミリリットルだっけ、450何ミリリットルだっけぐらいと500ぐらいがあってさ、300で80でさ500で105円だったんですよ。300で80、89円、80円、そうで500で105円、絶対500の方がお得じゃんね。ブラック、今日はありがとう、ありがとうございます。カフェオレそのまま飲む、そう、そうね、500はね少々多いんですよね。そう、お得って思って買うけどちょっとね、損得でコーヒー飲んでないまあな、無糖のレモンティー飲みたいけどなかなかない。確かに確かに、ありがとうございます。21日初鑑賞会いきます、待ってます、ありがとうございます。ほんと関係ないけどスマホリングのみ、スマホで買ったらめっちゃ便利で感動してる関係ない、いいよね。 DVD 釣られて買っちゃった、ありがとうございます。私のチェキが届くよ。そう、実は大好きなの知ってた？知ってる、大好きです。みちぱぱ福ちゃんと握手したこと、あるかも、もしかしたらみゆみゆとはあるんかな。そうそう、認知してるファンはやはり関東の方が圧倒的に多いの。いや、そんなこともないですね。自分握手会じゃなくてライブとかでも、ライブとかでも覚えたりするので、そう、圧倒的に多いということはないし、握手会とかがちょっとうちから来てくださる方とかね、九州とか、そう、関西から来てくださる方もいらっしゃるので、そう、今日幸せだった、ありがとう。一連で早くトークライブさせてくれトークライブ、なんでやねん、カンシャークのポーズ、なんでも良きですよ。欅さんと、あ、ベストヒット歌謡祭さんの時にすれ違いました。みゆみゆに汚染してないよ。そう、タッキーさん、ラムドさん、ありがとうございます。私は結構あの村だよりっていう自分のメールの返信用のやつがあるんですけど、
ひげぽうさんありがとうございます。それでなんかたまに今日行くよって、今日ここの席だよとか言ってくださる方がいたら、あ、ここにいらっしゃるんだって思って、でその方が初めてだったりしたら、あ、初めましてなんだってなって顔を覚えたりする。そう、あ、そうです、さん付けするし、認知というものは握手会だけのものではないですね。そう、会えてよかった、ありがとう天才。フィュフィュ、最近ササイの村田よりしかしてない。ササイ？村田よりの汎用性？そう、高い、使ってね。みち、僕と会えるまで頑張れる？頑張れない、嘘二階席でも見つけてくれるみちはでしょ。ミルマさんありがとうございます。一期一会を大切に、うん、覚えてますよ。恥ずかしくてアバターの名前言えない。なんで？ライブ行きたいのにタイミングなくて泣いてる。来てほしいです。印象薄くて覚えてもらえそうにない。いやでも、あの、言ってください、ぜひ。本当にあの言ってほしい。へへさん、ありがとうございます。目がいい、そうなんですよ。今日のワンショットもすごかった。ゆきちゃすさん、ありがとうございます。うー、平気し、そう、やばくない？目を合わせるのが恥ずかしいので、ライブ中はずっとステージの一番奥。なんで？やばかったよ、今日のワンショット動画のさ、あの、ワンショット動画のセリフすごかった。会いたすぎて毎日1ミリずつ左手の薬指大変じゃん。遅れてしまった、ヤッホー。なんかあれ、花粉症みたいなやつ、一番最後のやつ、花粉症。私も花粉みたいにあなたと一緒にずっといれたらいいなって花粉みたいに言ってどういうこっちゃ、やばくない？花粉ってね、自分の身の回りにずっといるって考えたら怖いですよね。花粉症は常に潜んでるってことだもんね。こんばんは。結婚指輪ね、左手の薬指、みたいに一緒にいたい。
すごい、誰が考えたんだろう。面白い、ロマン感じる。マジ？すごいよね。あのセリフ、皆さんが考えるとしたらどんなセリフ考えますか？一度ついたら二度と離れない花粉症。そうなの？やば待って、皆さんもやばいじゃんやばいやばい。そうそうそう面白い。そっか、萌え台詞、萌え台詞なんかな。花粉みたいにあなたと一緒にいたいって、いつまでも僕のアイドルでいてください。私が言うんですよ。あ、そういうことね。花粉みたいにどこにでもいる存在になりたい。いや、やだ。感じてね、見つめる瞳フリートーク、あー、フリートークね。フリートークを求めるというか、選ぶ方多そう。みちが考えた文章、みちが考えた文章難しい。酸素になってあなたに取り込まれたい。お、こんばんは。お兄ちゃん、うちと秘密を共有してね。うん。妹みたい、ありがとうございます。こんばんは。そう、でもそう、スプリングバケーションとか、昨日何だったっけ。昨日がスプリングバケーションか。今日のあの来たぜ桜が世界で一番似合う私の季節みたいなやつが好きだったなんか振り切ってやれるから。そう、誕生日センス、うん、ね。ティ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 。千穂ちゃんの生誕出てくると思った。千穂ちゃんの生誕めっちゃ出たかったんですけど、呼ばれなくて、あの、あの、そう、握手会とかで。そう、南部にあるとかで、なんか体調悪くて、まあ大丈夫なんですけど。そうそうそう、だからそう、気づいたらもう行ったんですよ。前、ま、前っていうか、なんて言えばいいんだろう、そこら辺っていうか、あの握手会までのさ、こう、まあ、出たらさ、もうマイキューもコッコも前に出てたからさ、そう、行けれんかった。行きたかったっていうか、そう、行きたかったんですけどね。そう、
サシのゆいさんありがとうございます。そう行きたかったけど行けるよかった。よいしょ。わ、もう40分、もう40分ですよ。でお花見中も僕は道に夢中。お、ラップみたい。起きてるよ。あ、そうだよな。ハッピーバースデー片思いのね。黒石さんありがとうございます。じわる、はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。そうそう、ラップ似合いそう。嘘、なんだっけ、なんだっけ。ブラウンヘアさん、気まぐれ DS さん、ありがとうございます。ガラシャツまだ着る機会ある。ガラシャツね、持ってないんですよね。冬のキスは雪のような口どけ。来週も幸せ。あげます、あげます。明日暇だから俺の時間全部美月にあげたい。違うわ、今週最終回。マジ？あー悲しい。君が好きだと叫びたい、なんちゃらららららら。美月といつ結婚できるかなって考えてたら一日終わったの。陽平さんありがとうございます。チャーミーさんありがとうございます。スカバーナさんありがとうございます。なんだっけ、波動、波動あれだ。世界中の恋人たちは会えない時間に愛を深めるのとこじゃ。与田金坊さん、クマありがとうございます。我が生涯に一片の悔い出し。君に走り寄り腕の中で週末にキスをしようぜ。平日の二人のゲイ、あともう少しで君のことを抱きしめられるよ。来週も2回会えるの幸せものすぎるから。2回、エロい。いいな、ロマンティックゲルよ、ロマンティックゲルよ、本当の勇気見せてくれたら、ロマンティックゲルよ。アブテツさんありがとうございます。ときめく胸にキラキラ光った夢をあげるよ。今大音量で聞いてるんだけど親にエロい聞かれて変な感じだ。すみません、なんで大音量で聞いてるの。恥ずかしいじゃん。ローソン来た。お、小屋地ショコラ美味しいですよ。小屋地ショコラ、クレヨンしんちゃんが似てる。そう
おい、俺しんのすけだぞ。知ってる？音楽の守備範囲菊池雄介めっちゃ嬉しい、それありがとうございます。クロイスありがとうございます。恥ずかしい。神戸大夫さん恥ずかしい。シャシショさんありがとうございます。おおいおおいおおい、私電ボ三十郎、お腹が空いたでございます。おしゃそなた、先ほど食べてよっちゃったであろう。あかね、あー、あかねうまいよね。そうなんよ、あかね上手なの自分。鉄板ネタ、ほじらまる、今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。似てるこれ本当にね。でも似てない、嘘、似てるよ。ほじらまる様、今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。やった、誰かすっぴー、今日こそエンマ大王様の尺を返しても、なんでだろうね、似てるよねやっぱ。ジャイアン、おい伸びた、野球しようぜ、おい伸びた、野球しようぜ。ダメじゃん、青べーができんぞ、青べーができんのよ。やーい、おじゃる丸、おじゃる丸、うん、早起き頑張りましょう。おじゃる丸、聞いて驚け、見て笑え、聞いて驚け、見て笑え、我ら、なんだっけ、ありがとう。アオベ難しいの、多分男の方ですよね、声優さんじゃけんだと思う、分からんけど。え、今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。あかねがね、ひまわりできるよ、ひまわりちょっと口隠してやろう。あたたたたたたい、あやあや、似てるでしょ。犬っぽくないんですよね、でも白はアンって言ってるんです。そう、似てるんですよ、ありがとう。そう、大丈夫大丈夫。チーズ？チーズに似てました？サンチュ君喋らんけん。眉毛太め、嘘。眉毛何もしてないんですけど、これ書いてないよ。太いのかな。確かに。
おやすみなさい。ありがとう。トロブさんのモノマネまでできなくなっちゃった。なんで大王寮で見てるんですかって、恥ずかしいじゃん。大王寮やめてくださいよ本当に。俊太郎さん、クマありがとうございます。クマ Thank you。モテるもいそうなの。太いかな。かわいい、ありがとう。その時空から不思議な光が降りてきたのです。誰だ誰だ誰なんだ。それはナムです。あー弾けないでください。うさみんパーでウェルヘンチェンジ、夢と希望を両耳に引っ提げナナ頑張っちゃいます。やめよう、恥ずかしい、やっぱりやめる。やめとこ。でもね、歌詞完璧なの。そう、実はね。でもやめる、恥ずかしかった。そこまでやるだけで。みゆみゆすごい。握手会でやる、握手会で。ハンカレー大森さんありがとうございます。もうちょっとテンションが乗らんと自分のできん。その時空から、その時空から不思議な光が、不思議な光が降りてきたのです。それはなんです。ウサミパーでメルヘンチェンジ、みんなウサミパーでメルヘンチェンジ、夢と希望を両耳に引っ提げたら頑張っちゃいます。ウイミミミミウサミ。みゆみゆの誕生日とかにしよう。終わったわ、おやすみ中。やばい、もう時間、もう時間ですかね。はい、それでは誕生も読んでいきたいと思います。ちょっと頑張った。はい、13位、イシケンマシンさん。12位、品川駅でやっぱケンケンと飲んでるヒロティンさん。11位、ホタテサマーさん。10位、ヨダキンボウさん。9位、アムズさん。8位、徳島のシンジくんさん。7位、コロイチさん。6位、ナナナムダさん。5位、テツジさん。4位、東京特許企画局長さん。3位、チャーミーさん。だるま。2位、品川駅でヒロティケンケンと読んでる、読んでるヤポンさん、ありがとうございます。そして1位はルルルルルルン、じゃじゃん、
品川駅で山本ひろきんと飲んでるケンケンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はぬる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 んじゃじゃん、そうさん、ラッキーボーイ、ありがとうございます。ヤダキンボさん、アリモさん、イガグリさん、ありがとうございます。今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイチャラップ、お休み中。村田より、ハッシュタグ村田より、今村美月待ってます。ねえ大好き、早く言って、お嬉しい、うん、またね、やばい早起き、やばいよ本当に、やばい、村田よりやるか、お待ってるよ、うさ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 み、電波でオッケー、受信でオッケー、うさみうさみグルコサミン、これでもちゃんとアイドルなんです。キュートキューティーキューティクル、歌うのオッケー、踊るの、歌うのオッケー、あれ合ってるっけ、踊るのオッケー、うさみうさみんくるこさみん、あ違う、プロビタミン、心はちゃんと通じてるんです、ハートウェーブビリビリはい、なぜつびちのこと好きじゃけーさん、りょうへいさん、ありがとうございます。好きじゃけー、好きじゃけー、ありがとう。ありがとうございます。ダンスもオッケーか、そうだ、完璧じゃなかった、まだね、また明日、おやすみちゃん、ハッシュタグ村田より今村美月待ってます、ハッシュタグ好きなんだカルビー言っちゃって、ボイミートガール、大将いたけ、またね、あ、チュクチュクチュ